にちは。私は、今、雨の中のキャンプに来てました。ここは、宮古市姉ヶ崎のオートキャンプ場です。今からタコスを作るんですけど、トルティーヤの生地を作ります。速攻でやります。よし、生地が練り上がったぞ。火をかぶせて30分。うわー、倒れそう。丸めて。伸ばしながら、あ、沸騰してきました。もう10分ぐらい茹でたかな。焼く時にこうビービービーって、あ、上がってまいりました。こうやってる時に筋に脅して枯れなくなっからな。気つけねば。ううって、筋に。最高。うわー、ぷくぷくしてきました。胸膨らんできた。これが、うまそう。何を取るか。はい、今日の、ごっつおできました。タコスパーティーで、あのタコパです。タコパいただきます。これにまずレタスとウインナー、これはワカモレです。ライムがなかったのでレモンにしました。これはなんだっけ、タコミートです。これはひき肉とかニンニクとか、あとウスターソースとケチャップとかをで炒めました。で、玉ねぎ、これをいただきます。美味しそう。じゃあいただきます。どっちから食おうかな。うまい。最高に美味しいです。初めて手作りでタコスを食ったんですけど、これ生地から焼いてよかったです。すごい焼き加減も超
上手。美味しい。このワカモレっていうのも初めて作ったんですけど、美味しい。2週間6ゴー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 けど、お、燃えてる燃えてる、ふぅー、ファイヤーファイヤーアウチ。花の命って短いですよね、そう思いませんか。美しいバラにはトゲがあるってよく言うけど、うん、今豚肉を焼いてます。豚肉いいですね。焼けた焼けた。見てください、すごいですよ。もう岩手のブランド豚を食いたいと思います。うわっ、うわ、あ、すごい綺麗だね。綺麗、美味しそう。外側はきっとカリッとしてて、中はジューシーなんだろうな。いただきます。いつもかけすぎてしまうんで控えめにしねば。はい、いただきます。うまい、自分で言うのもなんですけど、すごいいい塩加減です。岩手のブランド豚もすごく美味しいですよ。とてもジューシーです。あ、岩手牛をいただきます。うわ、すごい簡単に切れる。あ、なんかもうパーって切れるよ。美味しそう。塩コショウでシンプルに味付けしました。いただきます。柔らかい。あの後から後から旨味がすごくジューってきますよ。すごく美味しいです。
ミネストローネもすごく美味しくできました。いただきます。コクがあって美味しいです。はい、最初は三陸タコせんべいです。これは宮城県の塩釜市で製造販売されているおせんべいです。すごいパッケージが可愛いです。裏もタコの絵が描いてます。じゃーん、わー、超パリパリしてます。すごいおせんべいは歯ごたえがあってほんのりタコの味がしてとっても美味しいです。うん、美味しい。あ、こちらは塩釜の藻塩を、使用して作られてるそうですね。はい、次はホタテバター風味ポテトスティックです。岩手三陸と書いてます。これは宮古の塩を使用しています。私ポテトが大好きなのですごい楽しみです。ではいただきます。見てください、このように小分けになって入ってます。すごく綺麗。美味しそうです。いただきます。結構塩味がついててこれはおつまみにすごく合うと思います。ホタテとバターの風味なのでその両方の味もすごくします。ビールのおつまみには最高です。私これ一袋でビール3杯は入れます。本当ですよ。岩手塩生クリーム入りキャラメルポップコーンです。製造してるのは大阪の業者さんの大阪の会社さんのようですね。ポップコーンって美味しいですよね。もう大好き。ではいただきます。すごいツヤツヤ、美味しい。超キャラメル。外側はキャラメルですごくパリッパリなんですけどポップコーンはサクサクです。美味しいですよ。あ、この下の方に書いてますね。宮古の塩使用となっています。はい、最後はおつまみサバチップです。三陸産のサバとウユニ塩で作ったビールに、おお、落ち葉、落ち葉ゲット。ウユニ塩で作ったビールによく合うおつまみです。定番のサバ&カレーって書いてます。そしてなんと爪楊枝入り。こんな感じで入ってますよ。もう夜だったらビール飲んでますね。ではいただきます。これはこの定番のサバ&カレーって書いてある通りビールによく合います。三陸産のサバと食欲をそそるカレーがマッチしてすごくお酒が飲みたくなるお味です。とてもこれも美味しいですよ。今回初めてオートキャンプ場を使用したんですけれどもすごく環境が良くって朝はすごく鳥がさえずっていてすごく気持ちのいい朝を迎えました。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんごきげんよう。I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose and sometimes it calls you right in the mood. Come to my table.